はい、こんにちは。レトスのものです。今回もえ読者さんからいただいたお悩みについて回答させていただきたいと思います。今回いただいたお悩みは、少ない時間しかない時の勉強法を教えてください。まあ、短時間しか勉強する時間がない。そういった時の勉強法を教えてください。というようなご質問でした。これについて回答していこうと思います。まあ、ポイントは2つですね。まず1つ目は、 常に勉強道具は持っておくつまり持ち歩いいておくくととうことがすすごく重要になります例えば教材参考書でもいいですし過去問でもいいですし、まあ、両方でもいいです常に持ち歩くただ、まあ、教材今言っただけでも2冊あるわけじゃないですか参考書と、えー、過去問集ってなってくるとこう2冊なんでこれそこそこ重いんですよねなのでそれは大変でしょうっていう方もいると思います まあ、そういった方はコピーだけでも持っておく。これもいいと思います。今日やらなければいけない部分、おそらく計画立てていると思うんですね。これ計画立てていなかったら、絶対に計画は立ててください。計画立てずに勉強してしまうと、試験前になって間に合わないってことに気づきますから。で気づいた時にはもう遅いんで、計画は立てておく。で、その上で今日やらなければいけない部分はどこなのか明確にして、その部分をコピーを取っておく。 みたいなイメージです。で、そうすれば、例えば、まあ、10ページぐらいだったら、まあ、紙10ページ、紙10枚分なので、まあ、それを、えー、カバンの中に入れておいてもいいし、ポケットの中に入れておいてもいいですよね。そうすると、1分とか2分とかでも、時間があったら読めるんですよ。電車を待っている時間、友達との待ち合わせをして、待っている時間、電車通勤の方は、電車に乗っている時間、休憩時間、お手洗いにいる時、 お風呂に入っている時どこでも勉強できますコピーを持ち歩いてたらどこでも勉強できますよねそうすると短い時間をうまく使えるようになるんですよたった2分かもしれないですけども例えばそれを1日の間で10セット10個作ったら2分 ×10 で20分勉強できるわけですよねで、しかもその2分っておそらく相当集中できると思うんですよたった2分だけなので集中できますよね 2つ目なんですけれども事前準備をしておくということです1、まあ、つ目でも触れたんですけれども1つ目っていうのは、まあ、教材自体をコピーするだけじゃないですかで2つ目っていうのは教材をそのままコピーするんじゃなくてこれまで勉強してきた中で頭に入っていない部分というものを私はワードを使って過剰書きにしてたんですよでしかもこれっていうのは別に理解する必要がなくてもう丸暗記でいい部分 例えば数字とかですね罰則の部分だったりとかもうこれもう丸暗記でいい部分なんでそういったものを列挙するあとは、えー、宅建業法の、えー、免許を取得してから事業を開始するまでの流れ、まあ、こういったものを書いたりとかあとは開発許可が不要な場合、まあ、そういったものも箇条書きにして書いておくで今言った内容ってもう覚えるだけで特定になるんですよね。 なのでそういった覚えるだけでいい部分についてはできるだけたくさんその内容に触れることが重要なんですよなので私はそういったものを箇条書きにしてそれをコピー印刷してで毎日ポケットに入れてましたでそうするともう短い時間でもパッと見てお手洗い行った時もちょっと見て、えー、2つぐらい確認するみたいなことをもうちょこ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 いろんなところでやってたんですねでそうするとやった内容をもう何回も何回もやるんでもう覚えてくるんですよ 1>, でまあ、1つ覚えたらじゃあ次の新しい紙いくとかそういった感じで覚えていくものを増やしていくでしかもこれワードだったらこれ記憶で残るわけですよねデータとして残るわけじゃないですかでそうするとあ昔やった内容をもう一回復習しようと思った時にこれ印刷すればまた出てくるわけなんで復習が可能ということで、まあ、非常にこれは使い勝手良かったですね初め作るのちょっと大変かもしれないんですけどもまあそんなに時間は使わないかなって思います もう全てを全てこれにワードに落とし込むというよりも、ある程度勉強を進めていく中で、まあ何回もやってもえ覚えられないなというようなものに限って抽出していったので、まあめちゃめちゃたくさんになるわけではなかったです。何ページぐらいになったかなあの、A4 で言ったら多分2、30ページぐらいで収まってるんじゃないのかなと思います。まあ2、30ページって言っても、一気に2、30ページ作るんじゃなくて、まあ日々日々ちょ,こちょこちょこちょこ増やしていく感じなので、 1> 1日単位で言ったらそんなに時間で使わないんですよほんと5分も使ってるかなぐらいな感じなんですねもう地道な作業になるんですけれどもこのの小さななな積みみ重ねねていいううが大大きき結結果果をを生生むんですす、ね、合格とま1日単位で言ったらちっちゃなことかもしれないんですけれどもこういったちっちゃなことをやることによってやり続けることによって合格掴み取ることができるんで是非試してみてください。 また次回もいただいたお悩みについて回答させていただきます。もしお悩みご相談ありましたら、この動画の下の説明欄に URL 貼っておきますので、そちらからお悩みいただければと思います。今年の宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。